さあ運命の鐘が鳴った。実況席には山崎さんをお呼びしています。さあ両選手の眼差しご覧になってどうですか。そうですね、この舞台でねプレッシャーをどうエネルギーに変えていくか、そのあたりが重要だと思うんですけどね。なるほど、すごいプレッシャーをひしひしと感じますからね。足に照準を絞るのでありましょうか。ロックアップ、対角線に飛ばした。ここまでまだ始まったばかりなんですが、序盤戦を見ていかがでしょうか。まだ流れはどっちのものとも言いませんね。ああそうですか、ボディスラムです。組み合います、倒してまいります。スリーパーホールドに入ります。抱えます、ボディスラムで叩きつけます。行くのか、逆に切り返します。選手っていうのはね、試合をやってる時はアドレナリンが出てますから、まあ痛いんですけど、ある程度は痛みって感じないんですよ。はあ。でもね、試合終わってこうシャワー浴びて控室に戻ったりすると、試合中は分からなかったところでも痛くなったりしますからね。あ、そうなんですか。この辺の技の展開いかがですか。そうですね、こういった技はボディーブローのように徐々に効いてきますからね、いい攻めだと思いますよ。なるほど、組みに行きます。コーナーに振った。まさに青春真っ只中であります、この佐々木義人。日々たくましい成長を見せているこの若武者がリングに青春ハリケーンを巻き起こすのか。特艦魂は玉砕を恐れません。打ち込んでまいります、小脇に抱えます、エルボーでブロック、逆水平を打っていきます。行くのか、コーナーに振って、スピアタックル。こうやって一点を狙っていくのは効果的ですね。後々効いてきますよ。なるほど、徐々に毒が回っていくわけですね。スタンディングを取らせます、組みに行きます、逆に倒します、ラフ殺法に転じます、組み合います、逆に振り返してドロップキックを見舞ってまいります。ロックアップ、巻き投げで切り返します、起こします、ショートレンジ式のラリアット、腕をフックします、ブレインバスターで叩きつけます。腕を回します、させません。こういう技なんですが、次の日耳ずばれになるんですよね。そうですね、でもレスラーですから逃げることは許されませんからね。メキシカン式の締めを見せてまいります。行くのか、返してまいります、レトロ調の技を繰り出してまいります。立ってまいります、腰を落とします、あとリバースで返してまいります、ストンピングを叩き込んでまいります、切り返します、掴みます、逆に返します、ロックアップ、ロープに振った、ランニングしたらエルボー、引き起こします、バックに回ります、あと返します、起こしてまいります、エルボー、組みに行きます、逆に投げてまいります、コーナーに登る、トップロックからのギガチンドロップ、起こした、うわ相手かわいい、俺の力、スピア強烈、逆に担ぐのか、カバーの体勢、グーカウント、腰を落とす、させません、腕をフックした、ブレンバスターで切り返した、バックに回った、バックを切り返す、まとまったんじゃないですかね。猛点したたか打ちつけたか、
険が天秤に突っ込む。もうこれは無酸素状態ですよ。まさにレスリングハイですね。抱えた、奥のモスタンピートを叩きつけ、抱き起こす。ドラゴン行くのか、あと逆に返した、片エビに持ち込む。こういうフォールを返すっていうのは意外とスタミナを使うんですよ。だから何回もフォールされてきついですよね。スタミナをロスするわけですね。立たせていく、いけるか、あーっとこれがキングヘッドロック。強烈逆エビ固め、岩壁の母の胸に抱かれました。抜くのか、来た来た、ここは仕掛けていきたいですね。勝負どころですよ。はい、張った、組み合った、正面から投げを見舞った、引き起こす、打たせない、担ぎ上げるのか、さあがっちり決まった。これは苦しいですよ。担ぐか、あと耐えた、腕を伸ばした、これはすごい、ブレーンバスターから沈めていった。立たせていく、エルボーを入れていく、ガチッと組み合った、ロープに振った、奥歯を噛みしめた、カワーボール投げっぱなし、起こした、ジャーボー投げっぱなし、組み合った、ロープに飛ばした、やりやった、ストッピング強烈、引き起こす、10逆に15ミリットン、エルボーで返す、綺麗に入りました。グリアって言ったか、抱き起こす、一気に料理するのか、あと逆に投げていった、立たせていく、ここで持っていくのか、小股に挟んだ、ここはチャンスですね。ここは一気に行くしかないですよ。抱き起こす、放っていくのか、ミサイルキックが発射された、感極まって目頭濡れまくりの女性ファンが狂気しています。一気に昇天エクスタシー、ブロックした、引っ込むか、きたー、パワー、ロープブレイク、担ぐか、あっとオムに持っていった、カウントリーテイク、そうは簡単にはいかせません。ボディスラムで投げつく、エビに固める、ここでロープブレイク、頭を掴んでエルボー強烈掴んだ、バットバックに回った、カウントリーテック、重低上げ以降、頭を掴んでエルボーを打ち込む、抜くのか、リバースに返した、コーナーに登ってカウント3つ入りました。
さあ運命の金が鳴った。さあ放送席は山崎さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。となりますといい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。ロープに振ってくみ合います。倒してまいります。高周波数の音が館内に響きます。ここまでまだ始まったばかりなんですが、序盤戦を見ていかがでしょうか。まだ流れはどっちのものとも言えませんね。ああそうですか。おっと逆に捉えた。あドラゴンスクリュー、エルボー、ローを打ち込みます。掴みます。キックコンビを磨きます。ストンピングを叩き込んでまいります。技っていうのはたくさん出せばいいってものじゃないんですよ。一つの技を大事に使うことがある意味プロとしての力量でしょうね。ああなるほど。このあたり一発一発が重いですね。そうですね、これはダメージあると思いますよ。あっとキャッチした。こういった投げ技っていうのはね、一歩間違えば大変なことになってしまいますから、選手たちは受け身のタイミングっていうものを感覚的に覚えてるんですよ。おーなるほど。このあたり引き出しの多さというんですか、何か奥が深いですよね。そうですね、技のつなぎがうまいですよね。的確ですよ。ロープに振った。腕を捉えます。腕を殺してまいります。ロックアップ、切り返します。ボディシザースとの複合技に転じます。腕を取ります。肘を打ち込んでまいります。あっとキャッチした。こうやって一点を狙っていくのは効果的ですね。後々効いてきますよ。なるほど、徐々に毒が回っていくわけですね。ローキック、膝へのキックです。抱えます。強烈に打ち込みます。乾いた音が館内に響きます。フロントからの締めを見せてまいります。ハンマーを打ち込んでいきます。あっと返します。キックが側頭部、行くのか、逆に返します。組みに行きます。投げてまいります。鋭いキックです。起こします。腕を回します。ストマックに突き刺さります。ガードします。館内もどよめいてますね。そうですね、こういった技っていうのは見た目以上に重いですからね。そうですよね。掴んだ、キックで返します。組み合います。ロープに飛ばした。ドロップキックであります。行くのか、返してまいります。引き起こします。ドロップキックを放ってまいります。掴んだ、させません。強烈なキックです。ブロックします。ハイキック、ラフサッポーに転じます。腕を捉えます。アットエルボー、掴みます。させません。組みに行きます。ロープに振った。腕をフックします。この辺り研究していますね。そうですね、簡単にはさせませんね。ガードします。そのまま浴びせていった。カウント2つで返してまいります。ロックアップ、ロープに振って、カウンターのパワースラム。カウント 2.5、 まだまだです。腕を回した、ブレンバスターで切り返した。抱えた、バット逆に投げていった。
10分経過、10ミニッツゴー、トップロープを奪う。うわ、起こした。なんとスライディングザロ引き起こす。なんと逆に投げていった。ガジェット組み合った。正面から投げを見舞った。抱き起こす。シュミット式で落としていった。ストッピング強烈。いけるか。あー、いやらしい攻撃だ。うまく切り返した。腰に手を回した。あっと耐えた。後ろ回し蹴り気味のフライミニールキック。そのまま体固め。ロープブレイク組み合った。ロープに振った。ニールキックがこめかみに入った。フィニッシュに行くのか。カバーした。カウント2返しました。ヒットルヒャー。ダブルアームで投げていった。立たせていく。シュミットルーで倒していった。もうここまで来ると作戦とかじゃないですね。出方保証ですよ。させません。ブレンバスター行くのか。ブレンバスターで投げつける。腕をフックした。あっと DDT。 あっと返していった。掴んだ。あっと逆に蹴っていった。トップロープを狙う。うわっ、フラットオーバー。強烈。15分経過、15ミリットン。頭を掴んでエルボー強烈。腕を取った。腕をフックした。シュミット式で落としていった。ムーンサート。うわー、危ない。カウント2であります。首根っこを掴んだ。キックをコンビネーションで打っていく。カウント入る。
ブレンバスターに取ります。フロントのヘッドロックに取ります。この辺りのグランド速攻なんですが、いかがですか。そうですね、こうやって攻めることによって自分の展開っていうんですか、ペースに持っていけますからね。あ、そうですか。逆に返します。コーナーに振った。この辺り館内もヒートアップしてまいりました。そうですね、すごい気合いですね。いい攻めですよ。ボディスラムで投げてまいります。引き起こします。ブレンバスターでぶん投げます。脳天砕きブレンバスター、ラフ殺法に転じます。膝を殺してまいります。膝へのキックです。パンチ攻撃です。乾いた音が館内に響きます。あっと、フロントからのチョークスイーパーか。ドロップブレイクです。ドロップキックを見舞ってまいります。エルボードロップ落としてまいります。起こします。ローキック、ローを打ってまいります。エルボー、そのまま膝を決めていきます。ロープブレイク、ブロックします。エルボーを決めていきます。ストンピングを叩き込んでまいります。館内も盛り上がります。ロープに逃れました。ロープに飛ばした。そのまま倒します。掴んだ。そのまま腕を固めていきます。ロープにブレイクしました。鉄拳を見舞います。ガードします。させません。不要に行くと危ないですよ。はい、エンジー蹴り、バウントポジションですよ。展開が止まります。リング上は逆片指固めの体勢。ロープブレイクです。動きが止まってしまいました。ブロックします。起こしてまいります。掴みます。返します。動きがちょっとなくなりました。腕を回します。エルボーで返します。ドロップキックを放ってまいります。ガードを取ります。マウントを取ります。キックを打ってまいります。ここは膠着しています。ロックアップ、ロープに振って外してまいります。そのまま倒してまいります。あっと、逆に捉えた。さあ、勝負の分かれ道はどのあたりになりますかね。ちょっと僕も想像つきませんね。かわず落とし、ストッピング、起こした、組み合った、鼻逆に振り返した、ミサイルキックが発射された。すごい顔で打つ。もう針振り切ってますね。そうですね、すごい顔ですよ。ヒートアップしてますよね。ガードした。さあ、がっちり決まった。これは苦しいですよ。バックに回った。サイドからバックドロップ、引き起こす。あっと、エルボー、カバーの体勢、顔面クラッシュの DDT。 ボールを返します。ロープに振って、あっと、逆にキック、ラリアットいくのか。気合を入れた。肩気味に入りましたよ。ロープ状況か。じゃあ、肩の力を引き起こす。ノーザー行くのか。ノーザーが火を吹いた。ノーザーは暴走本能ですね。もう記憶は飛んじゃってると思いますよ。足を取った。あっと、投げていった。これは勝負の分かれ目になりそうですか。そうですね、ここからペースを持っていきたいですね。ラリアット左腕、引き起こす。足を殺していった。抱き起こす。ラリアット腕に固める。ロープに抜かれました。蹴りをぶち込む。おっかいキック、立たせていく。引きをバリアット抑え込んで、ここでロープブレイク、2位を突き上げる。ガチッと強烈なローだ。ロープに飛ばした。いけるか。ラリアット至近距離、腕をフックした。ノーザライト、ポストゲーム、中がため、ロープブレイク、ロープブレイク。あ、やばいですね。はい、ドラゴンスクリューで倒した。外した、掴んだ。膝頭を入れていく。ネックロック、ガッチリと入った。落とすのか。ロープブレイク、組み合った。あっと、キャッチした。足を狙っていった。一気稼いでいく。ノーザライトが先行を放った。顔面砕き式のシャイニングウィザード先行魔術師。カウント 2.98。 もう泣いている女の子もいます。
していった。レッグラリアットラマヒストラル、トゥーカウント、まだ足りません。バックを取ってエルボーで切り返す。剛腕がうなるのか。起こした、いけるか。あと逆に返した、水平位置、エルボーを打ち込む。小脇に抱えた、エルボーで返す。レフトハンドのラリアット、エルボー強烈、顔面へのキック、リングに戻ります。立たせていく、サイドを取った、バックドロップが綺麗にスレッドを投げた。強烈キック攻撃、切り決めていった。岩壁の母の胸に抱かれました。バッと逆に蹴っていった。ドロップキック、膝、リングに戻ります。投げていった、ドロップキック。さあ首をかっ切った、ニーリフト強烈、抱えた、打たせない。トップロープを奪う、リバースで切り返した。3つは入りません。キック、ものすごい、すごい音がした。抱えた、おっと、フロントからのスリーパー、ガンピの母の胸に抱かれました。抱き起こす、ハッカー、さあレシーブの体勢だ。もう打ち込む、頭を掴んで、あっと、エンジン蹴り、カバーの体勢、トゥーカウント、首根っこを掴んだ、あっと、うまく切り返した、体を預ける、カウント2つ、惜しい。蹴り上げていく、片エビに持ち込む、蹴りをぶち込む、引き起こす、起こした、腰に手を回した、あっと、耐えた、すごい音がした、ガチッと組み合った、ロープに振った、組み合った、あっと、倒していった、ドロップキック強烈、立たせていく、湧いてこい、俺の力、腰に手を回す、シャーバー、綺麗な人間鏡、カウント 2.89、 中継をバズーカ、バックを取ってさせません。頭を掴んで腕をフックした、あっと、そのまま後ろに投げていった、引き起こす、雄たけびを上げた、ダリアット強烈、ストンピングを叩き込む、起こした、ラリアット行くのか、ハッター、あっと、逆に蹴っていった、腕をフックした、ノーダルライトスープレックス、北斗玄白、カウントに行く、重点を上げると、リングに戻ります。強烈に叩きつける、読んでいます、まさに読み切り小説、カウント 2.9、 すごい顔で打つ、抱き起こす、キック、顔面を捉える、回転、腕をフックした、フロントからチョークで締め上げる、掴んだ、膝を突き上げていった、ショーダータックル、なぎ倒し、バックに回った、あっと、逆さ押さえ込み、ロープに逃れた、押さえ込んで、カウント2、フロントキック、あっと、ドラゴンスクリュー、そのまま耐え固め、カウント 2.5、
タックル。うまく切り返した。いけるか。逆にロープに振った。ガツッと組み合った。バタフライの花が大きく開かれた。頭を掴んで2位を突き上げる。サイドを取った。バックトラップ。くの字に折れなかった。組み合った。ケンジファミリーロープに振った。ローザ行くのか。正面から投げていった。ガチッと組み合った。固めていく。ロープに乗られました。一気稼いでいく。させません。いけるか。ラッシュスイープ。肉体を躍動させる。立たせていく。いけるか。コーナーに振った。コーナーからのカッターに持っていった。片エビに持ち込む。正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、お互いに今日は負けるわけにはいきませんから、最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないでしょうかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。抱えます。強烈に打ち込みます。張ってまいります。組み合います。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを振りかざします。いや、序盤戦から目が離せない展開ですね。そうですね、どちらが優勢とかじゃなくてお互いに意地がありますからね。倒れ込んでるラリアット。腕を回します。耐えます。組みに行きます。コーナーに振ってカウンターで返します。ショルダータックルで倒します。なんて言うんですか、プロとして強いってことも大切なんですが、何か人を引きつける部分っていうのは、そういうことがないとね、目にはいけないですよね。そういった部分は確かに大切になってきますよね。そうですね、こういうのは効果的ですよ。技の威力を反映させますからね。なるほど、土台から崩すというわけですね。逆水平行くのか。フライングメイヤーで倒します。この後に館内もヒートアップしてまいりました。そうですね、すごい気合ですね。いい攻めですよ。ロープに振った。ラリアット、ものすごい。このポーズです。こういう攻め方はうまいですね。今はなかなかこういう攻めをできる人はあんまりいないですからね。ああ、何かレトロな、それでいて新鮮なリング上って感じですね。そうですね、ショルダータックル。体を預けます。ロープブレイク。あと逆に捉えた。この辺りコンピューターが回ってますね。ちょっと読まれてましたね。この辺りのグランドサッポーなんですがいかがですか。そうですね、こうやって攻めることによって自分の展開っていうんですか、ペースに持っていきますからね。あ、そうですか。ロープに飛ばした。掴んだ。逆に返します。蹴りを見舞ってまいります。ヘッドバットを打ち込んでまいります。足に照準を絞るのでありましょうか。ブレーンバスターに取ります。ブレーンバスターで切り返します。腕をフックします。抜けてまいります。行くのか。ヘ
エルボーで返します。気合を入れてまいります。至近距離からのラリアット、気合を入れた。抱き起こす、抱え上げて、バッケザラップ。見えようとしていく、リトルヒャー。今危なかったですね。そうですね、危なかったですよ。さあガッチリ決まった。これは苦しいですよ。ローキック強烈、首やった、締め上げていった。ハンマー気味のパンチ、体を預ける、返してまいります。いけるか、あと逆に投げていった。ストッピング、ストッピングを叩き込む。もう針振り切ってますね。そうですね、すごい気迫ですよ。ヒートアップしてますよね。ストッピング強烈、ガチッと組み合った、ロープに振った、全体重を浴びせたラリアット。腕を回した、グレープスターで投げつける。腕を取った、あと逆に切り返した、エルボー強烈、小股に挟んだ。何発いくのか、燃え尽きしきろ。もう記憶は飛んじゃってると思いますよ。ボディースローで叩きつけた、カバーした。カウント 2.98、 もう泣いている女の子もいます。巻き投げで切り返した、うまく切り返した。ドラゴン行くのか、あっと返した。首をかっ切るのか、引き起こす、腰を落とす。まとまったんじゃないですかね。脳天一つが打ちつけたか。カウント2.9、ローキック組み合った、あと逆に投げていった、起こした、勝てるか。デスパレに行った、そのまま体固め。行け大盛り、本日のメインイベント、高田天下一ヘビー級選手権試合、大盛り60分一本勝負を行います。行け大盛り、青コーナー挑戦者、行け大盛り、178cm 98kg 高田、高田が渡る、高田天、高田、赤コーナーチャンピオン190cm 190kg、大盛り、行け大盛り、高浦、行け大盛り、大盛り、阿部慎介、坂田、沈黙の中にハイトーンの鐘の音が響き渡ってまいりました。さあ山田さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、お互いに今日は負けるわけにはいきませんから、最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないでしょうかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。足に照準を絞るのでありましょうか。逆にバックに回った、
岩石落としバックドロップであります。組み合います。この試合序盤から激しい攻防戦の様相なんですけれどもね、試合のポイントはどこに置かれますか？そうですね、両者とも今日は調子が良さそうですからね、まあスタミナの問題は全くないですね。ああそうですか。あっとキャッチした。足を狙ってまいります。絞り上げてまいります。抱えます。ブレインバスターで叩きつけます。僕もそうだったんですけど、プロっていうのは怪我に対する恐怖感がいつも付きまとうわけですよね。まあ僕なんかの場合は試合前に塩をまいたりとか、そういうことをして精神面を吹っ切ったりしてましたよ。ああなるほど、そうだったんですか。乾いた音が館内に響きます。キックを打ってまいります。このあたり負けん気の強さというものが出ていますよね。そうですね、気持ちでは負けられませんからね。そうですね、掴みます。キックで返します。さあ若き革命戦士であります坂田渉、天下一ジュニア初代王者にも輝いた冷徹な喧嘩ファイトは今夜も戦慄のリングを見せるのか。坂田はいかなるダイナマイトボディをもノックアウトする。起こしてまいり、フロントからのキック組みに行きます。逆に投げてまいります。掴んだ。立ち上げ式で打ってまいります。打撃技で倒れることが弱く見られがちですけど、これは相手の攻撃を受けてそれをうまく流してるんですよね。ああ受け身を取っているというわけですね。そうですね、ネックリーカードロップ、エルボードロップ落としてまいります。スタンディングを取らせます。ガーレン蹴り上げる、引き起こす。ウルネルソンの体勢、エルボーで返す。なんとドロップキック、奥歯を噛みしめた。パイルドライバーがぐさりと突き刺さった。2位を落としていく。エルボー強烈、小股に挟んだ。リバースで切り返した。ガッチリ入った。嬉しい逆十字ロープブレイク、ガチッと組み合った。あっと返した。背後からキャメルクラッチに移行する。ロープに逃れました。リバースで返した。ここでロープブレイク、エルボーを打ち込む。組み合った。ロープに振った。ドロップキック強烈、バック当たって、あっと返していった。ストッピング、いけるか。あと逆に投げていった。立たせていく。今よく切り返しましたね。今のはもう瞬間的なひらめきですよ。トップロープを奪う。コーナー最上段からドロップキック、起こした。顎を狙っていく。うまく切り返した。ドラゴン行くのか、ウルネルソンか、ドラゴンか。3つは入りません。ガチッと組み合った。逆に返した。トップロープを狙う。フットスタンプ踏みつけ、組み合った。コーナーに振った。顔面の母の胸に抱かれました。強烈なキック。三角締めに捉えた。いけるか。ロープに振って飛び下げる。
やないですかね。もう気持ちだけですよ。ガジェット組み合った、ロープに飛ばした、キックが顔面を捉える、抱き起こす、ドラゴンスープレックス、ヒールゲッパ、カウント 2.98、 抜くのか、脳天勝ちまった、パイルドライバー、体を預ける、ここでロープブレイク、あっとエルボー、もう放送席まで痛みが伝わってまいります。これはきついはずですよ。そのまま体固め、岩壁の母の胸に抱かれました。これ危ないですよ。脳天粉砕か、放送席は山崎さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。となりますといい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。あっと逆に切り返した、ここは連続で持っていきたいですね。ここで一気に自分の流れに持っていきたいですね。逆水平を打っていきます、組みに行きます、ヘッドロックで締め上げてまいります。ここまでまだ始まったばかりなんですが、序盤戦を見ていかがでしょうか。まだ流れはどっちのものとも言えませんね。ああそうですか。2位を蹴り上げます、掴んだ、エルボーをかち上げます、ガードします、逆にバックに回った、意地を打ち込んでまいります、チョップが奪ってまいります、組み合います。リング上激しい戦いですが、まあ、レスラーっていうのは本当によく練習を行います。そうですね、まあ、レスラーっていうのは練習するのが仕事みたいなもんですから当然なんですけど、練習することは要は自分の体を守るっていうことになるわけですからね。確かにそうなりますよね。逆に振り返した、スペースローリングしてのハイキック、気合を入れてまいります、起こします、ロックアップ、切り返します。新世紀のジュニア戦線に一大センセーションを巻き起こしたローキー。普段は物静かなこの男がひとたびリングにその姿を現した時には予測不能でトリッキー、まさに驚異のミラクルファイターへと変貌します。エルボー行くのか、逆に振り返してラフサッポーに転じます、ストロボ効果、フラッシュニングエルボー、ジョップであります、腕を取ります。こういうのは効果的ですよ、技の威力を半減させますからね。なるほど、土台から崩すというわけですね。腕攻めに転じます、腰を落とします、そのまま着地した、館内もどよめいてますね。そうですね、こういった技っていうのは見た目以上に重いですからね。そうですよね。ヨーロピアンエルボー、こういう技なんですが、次の日ミミズバレになるんですよね。そうですね、でもレスラーですから見えることは許されませんからね。
チョップを連続で打ち込んでいきます。あっとバックに回った。バックを取ります。ニールキック、気合を入れた。フィニッシュになるか。ここでロープブレイク。もうレッドゾーン入ってますね。もうここまで来ると気持ちよってますよ。はい、組み合った。ボディスラムで投げ、怪我力で締め上げる WL スペシャル。岩壁の母の胸に抱かれました。掴んだ、エルボーを打ち込む。ガジェット組み、バット逆に返した。ストンピング、抱えた。ブレンバスターで切り返した。強烈ドラゴンキャッチ、ロープに逃れました。トップロープを狙う。あっとミサイルキック、立たせていく。腰に手を回した。バックを取ってリバースで返した。ロープブレイク、いけるか。コーナーに振った。おっと側転からのハイキック。うわ、いてこい、俺の力。どうか、ロープに逃れました。組み合った。あっと首から突き刺さった。抱き起こす。ブレッドスターで投げつける。バックに回った。投げっぱなしのジャーナルスープレックス、トランスキック、フェニックススタッシュ、不死鳥が待った。カウント3。展開地タッグ選手権試合、青コーナーより挑戦者チーム、スティーブ・コリノ、C.W. アンダーソン入場。の頂点を目指して手を組んだ男たち、今入ってまいりました。赤コーナーよりチャンピオンチーム、トム・ハワード、ザ・プレデター、入場。腰に巻かれるベルトとともに、2つの魂を1つにしてチャンピオンチームが入ってまいりました。アンダーソン、アンダーソン、本日のメインイベント、ハワード、展開地
タッグ選手権試合一人の60分一本勝負を行います。アコナ挑戦者チーム183センチ103キロアンダーソー CW アンダーソーアンダーソーアンダーソー183センチ105キロステイプゴリノー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 一番赤コーナーチャンピオンチーム200センチ150キロザ・フレーターフレーター189センチ114キロハワードトムハワードハワードハワード今阿部慎介フレーターさあ山崎さん、会場はもうすごいボルテージなんですがね、一言お願いします。そうですね、この熱気すごいですからね、まあ、当たり前なんですが、いかに冷静に試合を運んでいけるかですね、それがポイントになると思いますよ。ありがとうございます。ボディスラムで叩きつけます。このポーズです。組み合います。サイドからオブラツイストの体勢、バックに回った、バット逆に切り返した、ロープブレーキです。掴んだサミング、パンチを打ち込んでまいります。立ってまいります。キックで間合いを取ります。切り返します。リング上は逆片指固めの体勢、腰を落とします。チョークスリーパーで締め上げます。ゾーンブレーク抱えます。エクスプロイダー決まった。スイッチしてまいります。ロックアップ、危ない、ノーテンツーだか、引き起こす、ロープに振ってキック、強烈、抱き起こす、チョップ、掴んだ、バット逆にキック、組み合った、ロープに飛ばした、場外に降りる、腕をフックした、膝頭を入れていく、いけるか、バット逆に返した、ガジェット組み合った、逆に返した、ストンピングを叩き込む、立たせていく、リングに戻ります。蹴り上げていく、読んでいます、まさに読み切り小説、ロープに逃れた、ダブルで決めていった、逆指で一気に反り上げる、組み合った、バット逆
殴り投げていった。起こした、スリーパーガッチリ入った。寒い顔で打つ。これはもう精神力で打ってますね。そうですね。花道に移行した。ブレーンバスター行くのか。ブレーンバスター、そのまま垂直に抱える。リングに戻ります。リングに戻ります。そのまま締め上げる。トラースキック。いけるか。巻き投げで切り返した。起こした。体を蹴り上げる。雄たけびを上げた。首根っこを掴んだ。ガードした。ものすごい。リバースバイパーで固めていく。ロープに逃れました。さあタッチ抜くのか。パワーボム投げ捨て、立たせていく。ガジェット組み合った。マンチューガッチューと決まったぞ。このポーズ、トラースキック、喉元、奥歯を噛みしめた。ライガーボーン。カウント3つ、カウント3つ入りました。コーナーよりミスター大谷、マス田中入
60分一本勝負を行います。青コーナー183センチ108キロ、マサータナカー、田中110センチ105キロ、大谷ミスター大谷、大谷赤コーナー113センチ88キロ、サルサンカサイ、マンカサイ、カサイ113センチ135キロ、ハシフーカサイ、頑張れ、リム阿部慎介、カサイ、なりました。さあ山崎さん、会場はもうすごいボルテージなんですがね、一言お願いします。そうですね、この熱気すごいですからね。まあ当たり前なんですが、いかに冷静に試合を運んでいけるかですね、それがポイントになると思いますよ。ありがとうございます。起こします、エルボーでブロック、モンゴリアンチョップ、組み合います。お気をつけください。膝へのキックです。ストンピングを叩き込んでまいります。リング内に戻ります。組みに行きます。エプロンサイドから投げていった。ロックアップ、対角線に飛ばした。さあここから顔面ウォッシュに持っていく。踏みつけてまいります。行くのか、逆に投げてまいります。ここでタッチです。掴みます。キックで返します。腰を落とします。バックに回ります。バックを取ります。バックに回ります。あっと急所、ナックルを打ち込んでまいります。ロープに逃れました。ブロックします。肘を打ち込んでまいります。蹴りを見舞ってまいります。ロープに飛ばした。ショルダータックル、股間を打ちつけます。リング下に降ります。リング内に戻ります。リング上の殺虫剤 DDT、 腰を落として固い身固めの体勢です。ロープブレイク、掴んだ、逆にバックに回った。エルボーを入れていきます。掴みます。乾いた音が館内に響きます。掴んだ、バットバックに回った。エルボーで返します。腕を回します。あっと急所攻撃、ロープに振った。モンゴリアを打ち込む。しっかりスタートを展開してまいります。ロックアップ、巻き投げで切り返します。起こしてまいります。フロントからのキック、ブレンバスターに取ります。ブレンバスターで切り返します。
トップロープを奪う。エルボーダイビング返してまいります。相手を挑発してまいります。回転してまいります。サンセットフリップ、このポーズです。ストンピングです。ラフサンボーに転じます。掴みます。いやらしい攻めを見せてまいります。掴んだバックジャブ、このポーズ、バックを取ってエルボーで切り返す。見栄を切った、顔面を捉えた、キック。10分経過、10ミニッツゴーン。抱えた、ブレンバスターで切り返した。このポーズ、いけるか、逆に返した。おっと、逆に捉えた。ラリアット、至近距離、足を狙っていった。you
せていく。腕をフックした。 DDT 前頭葉から突き刺さった。三角締めに捉えた。ここでロープブレイク。ストンピングを叩き込む。アンクルホールドの体勢。ハリウッドマッチだった。ここを狙っていく。カバーした。カウント2つ。惜しい。頭を掴んで。さあ人間サンドバッグ現象か。抱き起こす。DDT ここでタッチだ。腕をフックした。リバースで返した。あっとキャッチした。バックに回った。持ってった。決めに行くのか。いや